こんにちは、ミッドウサウスカの佐藤です。奇跡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日はどうしましょう。年代別にご紹介したいと思ってます。スタイリングを、そうそうそう、ビッグのパンツを、はい、なんかこう YouTube のだいぶ幅広い年齢の方が今見られるご時世になってきましたので、はい、あの年代別に僕らの勝手なイマジネーションですけどね、はい、もうあの勝手なイメージなんだけど年代別に、20、30、40、50と、はい、あのあと、60代以上の方に向けて、はい、あの着ていただくっていうのはこんなんがいいんじゃないでしょうかっていうか、リックとともにもうリックも30年ぐらいですか、25年から30年ぐらい着てるんで、はい、あのこれから買う方も今まで買ってきた方もあの一緒に楽しんでもらえたらなっていうコンセプト、まあ、僕も15年ぐらいリックをしてるんで、はい、おあまあほんのちょっとですで、今回はその中でもこのショーツに絞ってそうですね、あのご紹介していきたいなと思ってるんです。どうですか。いや、めちゃくちゃ良さそうですね。まあこういう提案の仕方っていうのはあんまり、まあ、今までなかったし、そうそう、シチュエーションとかなんかもうアイテム紹介はね、あの過去のやつ見ていただけたらと思うの で、ちょっと今回は年代別でいきたいんですけど、まず20代から、はい、佐藤くんにじゃあ来ていただきながら見てもらいましょうかね。そうですね、まあ、とりあえずじゃあ着てからお話ししていきます、うんうん、はい、さあ、ということで仕上がったみたいなので20代代表登場してもらいましょうおはい、20代はやっぱりあ着用は、ベラポーツです。はいはい、リックの後継モデル、あ、リックズポッツの後継モデルのベラポッツ、ちょっと若干丈は長いものがありますけど、サルエルではなくて、お尻のちょっとすみません、バック見ていただいて、この動きの中でセンタープレスのスッキリ感もあれば、あのちょっと動いてもらうとこのボリュームがこう出てくるっていうね、不思議なあのリックならではのパンツになってまして、そして上はあ、てかまず下か、そうですね、もう怖いんですけども、もうまず20代はもう強く強くっていうとこですね、まあ、リックのかっこよさに出会ったよ、はい、それにこう魅了されていくっていうテーマで、はい、で、まあ、ヒールとかはまずパンツからね買っていただいて、ヒールとかでも行っちゃう子行っちゃうもんね。いや、そうですね、うん、もうむしろ欲しいって言われることも多いんで、うん、やっぱりいろんなヒールあるけど、もうそれならどうせだったらリック行きたいみたいなところすごくあると思うんで、はい、あのリックのヒールを合わせながら、まあ、上はね、あのご予算とかもあると思うんでミックスで、もうちょっと多分前で上も見てもらいたいな。そうです、この辺でメッシュとの603、うちの、あのうちにしかないこのメッシュとのレイヤードで、まあ、中のパーカーもね、これも味付けですから見せてみましたので、はい、20代、どうこれ20代代表としてどう思う。これはもうあの20代ど真ん中ですよね。ど真ん中、はい、あ、本当ど真ん中で、これでスキニーでもいいし、別にあのヒールやだなっていう方はこれであのスニーカーにしてもらって、はい、メッシュ抜いてもらえればもうリアルなストリート感のあるリックにももうすぐなりますんで、まああの、そうです、調整しやすい年代だと思うんで、そう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 、日本はね、はい、あの日本はやっぱりまだあの20代っていうのがあのファッションを盛り上げてくださいみたいななんかカテゴリーにされてますけどね、勝手にかわいそうでも大人が盛り上げろよって感じですけどね、20代がファッションはみたいななんか変な感じになっちゃうんで、ちょっとこれからだからそれともに大人の方に向けてなんかやっていきたいなと。ああ、そう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 、大人の方のファッションも一緒に楽しみたいなと思います。次30代どうなってきますかね、まあ30代僕やっぱなかなか黒から抜けれないっていうのがあって、はい、ちょっと黒でいってみましょう。はい、そうですね、はい、では30代藤田さんお願いします。変わってへんやないかいいや、でも、まあ、変わってへんやないかい変わって、変わっては変わってますよ。まあ、30代はやっぱりね、いろいろまあ、結婚もしたりね、お子さんもできられるし、お家も買うし、車ももういろいろお金のいる時期なんで、遊ばなあかんし、子供とも安定の、そう安定の、けどあんまりこう、この方たちもね、絶対こうやって来るから。あー、まあ、僕がもうむしろちょっとしたいなと思ってますもん。違う、そんなんダメよ。いや、わかります。だってライフスタイル変わってないのに、そんなん、ファッションだけ落ち着かれてもなんかそんなんダメ。いや、それはそれで別で、なんかしたいなと思ってやりますよ。ああ、
あ、まあまあそう、なんかちょっとで3時代はこういう格好も一回したいなって思うの、思いながらも、でもやっぱりちょっと買ってもなみたいなところがあって、安定の、あ、そう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 、あの、あ、でベースは、カーゴポーツです。カーゴポーツで安定の黒、そうで、ちょっとあのもうね、ちょっとあのボーナスとかあのそういうちょっと溜まってた時にあの今までリンク買ってきてるし奮発して今回だったらね、あの TE のパンツ持ってるのに対してこのやっぱ足してくこういう未来とっても必要だと思う、はい、毎シーズン全部買うみたいなっていうのも時代じゃないし、こういう感じでね、セットアップのずっと使えるアウター、でこれ20代で持ってればこの上から着てもらって、そうですね、色味もいいし、はい、でもやっぱちょっとそこまでいけないなって言ってくる。でこれからもずっと着れるし、この先も着れそうなイメージっていうので、はい、30代は黒っていうのを提案していました。そうですね、まあリアルに黒着てる方の方が多い印象ですね。僕やっぱこの年代の方は今の感じだと、うんうんうん、そうやっぱどうしてもね、はい、そして次、まあ、じゃあ40代になったら変わるかっていうのもあるんですけど、はい、まあちょっとずつゆとりがはい、ます、はい、ちょっとずつまだ分かんないです。僕もまだ37だしあのまだ全然未知の領域の、ここから未知の領域の話なんですけど、はい、ちょっとじゃあ黒からの気分がやら40代のイメージでいってみたいと思います。それでは40代に成立しているか分かります、登場してもらいましょう。分かります分かっていただけますか。でもちょっとあの分かります、これパンツからいっとこうか、はい、NBS 素材 のポリのストレッチ素材 のベラポッツ型、もうめちゃくちゃ上質な素材で、これもちょっと10万近くなっちゃうんですけど、はい、あの素材をで、しかも今回のスロートっていう、まあ、黒からちょっと変えてあのラグジュアリーな素材にも行きながら、はい、でよりこう30代ではちょっと着なかったなーっていう可愛めな目覚めるみたいなとかをちょっとこう入れていくっていうテーマで、はい、そしてあの大人になってきたな俺みたいな気分から、ちょっとこの表現があったからなんですけど、あのマルジェラを買うっていう、はい、40代にしてマルジェラデビューするっていうあると思うんですよ。これあるあるだと思う、はい、40代にしてマルジェラデビュー逆にしていただきたいなだって似合わない20代で出てきた、ね、まあそうですね、40代にして初めてマルジェラを買ったみたいな、リックの色物もちょっとトライしてみようかなってなってくるのではないかなと、はい、っていうかそういう風ならなんか黒ですごいモードだよねリックって、全部着なくちゃいけないんだよねみたいなのじゃないあの着方を楽しんでもらえたらなと思ってるんですけど、はい、そうですね、ぜひ佐藤君来たらいらっしゃったらこういう感じでおすすめしてみてください。はい、もうおすすめさせてください。そして次、さらにもう10エイジ上がりまして、次なるステージへ突入していきたいと思うんですけど、はい、まあそれはちょっと50代やってみたらお楽しみで、はい、はい、そうです、うん、はい、じゃあ50代お願いします。おお、変わってへんやないかみたいなこっからこうですからね、40代、50代、そうはい、もう50代、40代ってちょっとこの、 甘さが入ってきて、はい、で、イメージで理想でこんな感じになってもらえたんで、はい、50代でこのなんていうの、これオフホワイトなんですけど、はい、もう若い時にこうちょっとオフホワイトとリック混ぜるとどうしてもこう、あ、オフホワイトとリックミックスしてんなー感出るじゃん、はい、出るじゃん、はい、でそれをやっぱこう超越する段階に入ってくるみたいな、あ、で回ってくる、そう、てか自分の年齢的にもさ、もうだって買う値段としてもこの合ってくるわけだから、はい、ね、で50代の方だからこそこのブランドを普通にこう着こなせるようになるみたいな、ブランドって感じが出ないっていうか、そうですね、確かにそう、ただのパーカー、着心地のいいパーカーと、はい、履きやすいパンツ、あっていうあの50代で、はい、でここでね、若い店員に何やこいつって思いながら勧められて、バケットとか流行ってんすよみたいな感じで言われて、バケットとか初めて、40代でマルジェラをデビューして50代でバケットをデビューするっていう
のなんかも、あの、楽しいよね。はい。でも意外と、いいなと思われる方も。キャンプとか行って、一人で自撮りしてみたいな。弁当屋だから大丈夫みたいな。そうですね。感じもありながら。はい。機能性重視で。どうですか？いや、いいですね。こういう50代の方は、ね、これ別にパーカーこんなんじゃなくてもいいですけど、柄はお任せなんですけど、はい、要はなんかこの、普通に、これ20代ならちょっとね。そうですね。まあ、おい、コテコテかよ、みたいな感じになっちゃうじゃないですか。はい、それはもうあの、年齢、それはそれでいいんだけど、そう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 、深みがある、ね、そう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 、普通にこのいけちゃう、はい、いやそうだと思います、ような感じもいいんじゃないかなと思って、僕もこうなりたいですよね、そう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 、なんかもうイメージとしてもなりたいよね、はい、うん、なんかこの頑張って着るんじゃなくて、うん、普通に着てるけどやっぱ好きなものは引き続き好きだよみたいな、はい、あの感じでいきたいなと思っています、はい、フィニッシュ就活、はい、違うか、それプレミアム、プレミアムなもう世代、はい、もうあの全てを終え、ね、あのネクストステージに入っていく、はい、行かれるのかどうかも分かんないけど、あの今平均年齢、80ぐらいだもんね、うん、だからもう60代でもあって20年外行くに来た分だけまだまだあるっていう、僕もねまだ半分にも行ってないんで、あのそういうイメージでちょっとやってみたんで、最後お付き合いいただければと思います。はい、じゃあ最後6品お願いします。はい、おお、なんかもうほんといろいろともうこう周りに回ってって感じですね。そう、だから最終あの、まあ、結局黒と白から最初スタートして、はい、今この最後この素材が LLLP のレザーポッツで、ガンリューのもうものすごい素材感のいいリビルド T シャツ、はい、ちょっとだけだからちゃんとあの、ね、再構築とかこのレザーのアップデートとかも入りながら、デザインはしっかりちゃんと入ってます。でももう無地もやくね、でもデザインはいらなくなってくるんですよ、この表面に乗っかってるデザインは、はい、この知らないけどね、60代も60代もペラペラだと思うんだけど、厚みがこの出てきてね、はい、体の厚みも出てるし人と人の厚みも出てるんじゃないかなと思うけど、そうなってきたら、あともう服はそんなにいらないと。そう、あの、で、服のデザインはやっぱりこのね、こう生かしてくれるものだと思うんで、まあ2もう最後このレザーの上下でめちゃくちゃ着心地いいし、でもこの締まりますね、それこそ最後でレザー、はい、こういう感じのレザーマンで、さ、だから30代 TE だったよ、はい、30代 TE だったよ、もうお金ないよ、さ、ある方あるけどね、あの、で、いろいろあって、でも60、まあ、この60か分かんないけど、はい、これいけたらいいよねみたいな、そうですね、うん、だからそのイメージにこういう、あ、そうそうそう、で、携帯電話もあの、こう、持たないようになっちゃうから、はい、このブランドのバッグで、いやいや、もう高いブランドのバッグもいっぱい持っても仕方ないと思う、このぐらいがちょうどよくないですか、はい、スタイリングで僕がなりたい60代もこんな感じですね。そうなの、はい、全然それはちょっと分かんない、分かんない、僕がこの70代になりたいかどうかちょっとまだ分かんないです、分からない分かってないから、まだまだ分からないです、もうまだ半分もいってないのっていうような感じで今回も年代別でやってみましたけども、いかがでしたでしょうか。いや結構こう見ると批判のものもぜひ書いてくださいね、こういうのやってもらいたいとか、こういう企画がいいですよみたいなのをどんどんあのお寄せいただければ、それに合わせてちょっと企画練っていきたいと思いますんで、もうかつその今回の動画に対して60代はこっちの方がいいんじゃないかとか、もしそういうご意見もあれば、あ、そうだね、気になるんで、60代だからもうめちゃくちゃヒールブーツだよっていう方ももちろんいらっしゃる、いらっしゃいます、本当にリックはそうですしね、僕らの勝手なその解釈で今回はスタイリングをこうあの年代別で決めていったんで、そういう意見もあったらもうぜひコメントを書いていければ嬉しいです、あの、はい、コミュニケーションさせてもらってます、お願いします。はい、ということで今回のご視聴ありがとうございました。こちらからチャンネル登録と関連動画もここにこうガッと並んでるので、ぜひそちらもご覧ください。ではご視聴ありがとうございました。